ヨハン・ルフィナッチャは、オーストリアの作曲家、音楽理論家、音楽教師。オーストリア帝国領南チロルの出身。14歳で、インスブルックに移り、ピアノとバイオリン、音楽理論を、インスブルック音楽院で学ぶ。ウィーンに上京して一生その地に定住した。生前は、ウィーンにおいて、ピアノや火星法の教師として巧妙であり、作曲よりも教育に。 生涯のほとんどを捧げた。ルフィナッチャは、ヨハネス・ブラームスを知っており、ブラームスが、ベートーベンの遺産に恥じない創作ができるようになるまで、公共学の発表をためらっていた時期に、公共曲を含む、たくさんの作品を作り出した。同時大臣から、当時の主要な作曲家になると予見されていたにも、かかわらず、それを実現させることはなく、 そのため未だに作曲家としては割に無名である。しかしながら、ウィーン音楽院の教師としては影響力を振るい、イグナーツ・ブリュールや、ユリウス・エプシュタインらを排出した。ルフィナッチャは、19世紀のチロル出身の作曲家の、うちで最も重要な一人とみなされており、その作品は、フランツ・シューベルトとアントン・ブルックナーをつなぐものと、言われる。 亡くなる直前に自作の装甲をチロル地方の博物館に寄贈することに決めたため今日までルフィナッチャの遺構はそこに眠っているルフィナッチャの作品は楽譜や音源として出回ったことは滅多にないルフィナッチャは6つの公共曲を完成させたようだがそのうち第3番は完全に失われている以下はルフィナッチャの基地の作品である ロバート・ヒューズ、ミュージック・ラバーズ、サイクロペディア、P－ 六百三十六、ダブル・デー、ページ・フォー・ US スクール・オブ・ミュージック、一九百十二、九百四十九 P、ウェルド・セルデン・プラット、アーサー・メンドル、ザ・ヒストリー・オブ・ミュージック、A。ハンドブック＆ガイド・フォース・チューデンツ、P－ 五百八十九 G、シャーマー、インク、一九百三十五、ハット・ザ・リストイズ・コンパイル・ド・フロム・ザ・ポスト。 オンザ・フーラム、ありがとうございます。